はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ババババンバンバン、そうです、お盆です。特別企画、これは売り物ではないシリーズ第2弾、ウィルソンのセレクトシリーズでございます。それではどうぞ。はい、じゃあお見せしますね。これ多分ね、ちょっとカタログ限定だったからカタログに載ってないんだけど、オーバルウィルソンにサークル W 切り抜き、ミニサークル W、 メジャーリーグ公認マークとフル装備で入って、なんといってもこれ珍しいでしょ。何品番かこれ出たけど、エナメル、エナメルのシェルバッグ、しかもデュアルではないけど小指は2本入れ仕様で親指だけデュアルっていうね、面白いですよね。まあ、残ってるのがね、二方なんですけど、どっちから行きますか？こっちから行こうか。H ウェブでウィルソンらしいですからね。もちろん軟式仕様です。で、さっき言ったように、1万3000円程度の状態でですね。で、そんなにいい材料を使ってる、いいレザーを使ってるってわけじゃないんですけども、あれですね、ごめんなさい。いいレザーを使ってるわけじゃないんですけれども、まあ、珍しいかなと思ってね。作りは普通っぽいですよ。ヒールも普通だし、で、ダブルパームレースで、受給面は、ちょっともう、当時のものなので、グリス抜けちゃってますけど、受給面はブラック。で、セレクトというふうに入ってますね。さっき言ったみたいに最大の特徴はエナメルのシェルバッグですね。まあスーパースキン当時出てましたけど、これチャレンジしたんですかね。まあ日本だけのチャレンジなのか何なのかわかんないですけど、シルバーと、それからこれはチャコールグレーモクかな。かっこいいでしょ。まあそのいいグラブじゃないんだけど、かっこいい。H ウェブでね、さっき言ったみたいにマークがね、向こうの仕様、しかもね、普通のオーバルウィルソンはこれ8センチぐらいなんだけど、これがね、日本の規格にはまらない、はまらないって言ってたんだけどね、なんとこれは7センチのオーバルウィルソンではないか。面白いですね。はい、ということでこのね、H ウェブの方を先に見てますけれども、 H ウェブの方はシェルパームはブラック、ダブルパームレース純巻きで、シープはこういう感じかな。はい。で、親指側はデュアルで、サークル W がついて、2本掛けのサムループですね。で、 H ウェブダブルクロスにはなってない、クロスクロスにはなってないけども、まあ、これね、紐がちょっと軟式用でやばいんで、これ紐入れ直して、グリス入れ直したらピシッとね、すると思うんだけどね。エクステンドパームで、さっき言ってたね、オーバルウィルソンのロゴのリストストラップに指当て付き。ここはレザーですね。はい。で、小指側行きますと、なんかこうね、ドットコムっていうね、ウィルソンのサイトですね。導くような刻印がなされてて、メジャーリーグの公認マーク。で、薬指だけがチャコールグレーのモックになってあります。なんちことないけど、かっこいいよね。で、もう一つがね、色が反転して、さっきのね、シルバーと反転して、シルバーがちょっと少なくなってね、チャコールグレーモック、チャコールグレーモックのメタリック。これがまたほら、いい色でしょ。まあ、それだけなんだけど。こちらは、トラッペーズ。ウィルソンでいう T ウェブですね。受給面はやはりブラック。これ大きさどうなんだ？大きさ若干こっちが大きいね。何インチっていう表示はないけども、まあ、測るまでもないと思うんだけどね。はい。親指側はやっぱり、この色もいいね。デュアルになってます。で、サークル W に、オーバルウィルソン。こちらも、そりゃそうだね。やっぱり、7センチの規格のね、日本
サイズの。このサイズがどうのこうのって、まあいいや、いうことなんだけど、うん、そうなってます。で、ここも、ね。ウェブの方はですね、T ウェブですね。編み上げの、まあいわゆるトラペーズのスタイルですけども、こちらもエクステンドパームですね。で、シェルバック、指当てついてますよ。それから、あ、薬指だけがシルバー。あとは、チャコール、木グレーっていうんですか、メタリックですけど、そんな感じの、これはこれでね、かっこいい色ですね。で、やっぱりメジャーリーグの公認マークが入ってます。どうですか、このね、カラー、これ並べると、興味深いですね。こんなグラブも以前はウィルソンさん限定で出しておりました。でしたか。まあそんなにね、高級なグラブではないですが、希少価値があるでしょ。ジャギーン、エナメルスキンっていうのかどうかわからないですけどね。はい、それでは皆さん、さようなら。